バーガーは、アメリカ合衆国のプロレス実況アナウンサー、元プロレスラー。ニュージャージー州、シーアイル出身。女子シマシューズの名で、WWE のスマックダウンの実況を務めていた。2001年に、WWF のプロレスラーオーディション番組、タフイナフに出演。最終選考で、名弁、ニディアに敗れ合格を逃す。その後、ジミーハートの主催する。 XWF に参戦した後、WWE とアナウンサーとして契約。スマックダウンのインタビュアーとベロシティの実況を務めた。もともとレスラー志望であったため、WWE のスーパースターに頻繁に襲撃され、オーランド・ジョーダンとは抗争になり試合を行ったこともある。特筆すべきは彼が喫水のプロレスマニアということである。 アメリカだけではなく日本のプロレスにも精通しており、ベロシティの実況ではその片鱗が数多く見られた。プライベートでは2005年に同団体の元ディーバのルーデ・ボーナと結婚している。2009年4月からイカップリング・ウィズのアナウンサーとなり、同じくプロレスマニアを自称するマット・ストライカーとコンビを組んでいた。ベロシティ時代に比べるとマニアぶりをうかがわせる実況は少なくなった。 その後ストライカーがスマックダウンの解説となったためバイロン・サクストンとコンビを組む。イカップリングウィズ終了後は新番組 NXT のカラーコメンテーターを務めた。現在でもスマックダウンで実況、RAW でバックステージでのインタビュアーを務めていた。2011年にはヒール実況時代のマイケル・コール、2012年にはヒールより解説の JBL と言い合いになることも、 あったが、2013年に実況を下ろされ、その後はインタビュアーとしての活動をしている。2014年6月、WWE を解雇された。2015年1月、ティエネが、インパクトの放送局が1月から変わると同時に、マッシューズが実況を担当することになった。ありがとうございます。